テンナー・ヘンケルはドイツの男子テニス選手。1937年の全仏選手権で男子シングルスとダブルスの単覆国間を獲得した選手で1930年代に最初の黄金期を迎えたドイツテニス界を代表する選手であった。全仏選手権を単覆制覇した1937年に日本を訪れたこともある。 強力なグラウンドストロークと卓越したボレーの技術で、当時の世界ランキング3位につけていたが、第二次世界大戦で戦死した。現在のポーランドポズナン出身。ヘンナー・ヘンケルには、同じドイツ男子の先輩選手として、ゴットフリート・フォンクラムがいた。ヘンケルよりも6歳年上のフォンクラムは1934年と1936年に、全仏選手権で2勝を挙げたが、 ウィンブルドン選手権では1935年から1937年の3年連続で準優勝に終わった人である。1937年の全仏選手権では後輩のヘンケルが活躍し、男子シングルス決勝でヘンリー・オースチンを6から1、6から4、6から3で破って初優勝した。男子ダブルスでもヘンケルとフォンクラムがペアを組んで優勝し、 ヘンケルはこの大会でタンプク2冠を獲得した。続くウィンブルドン選手権ではヘンケルは男子シングルス準々決勝でフランク・パーカーに敗れフォンクラムとのダブルスでも準決勝でドン・バジアンド・ジーン・マコ組に敗れた。4大大会年関西終戦の全米選手権男子ダブルス決勝でヘンケルフォンクラム組がバッジアンド・マコ組を6から4。 7から5、6から4のストレートで下し、2人は1937年度の4大大会で男子ダブルス2冠を獲得した。この年にヘンケルはフォンクラムと2人の女子選手と共に日本を訪れた。ドイツ選手の一行は大阪、東京、名古屋の3会場で日独対抗戦に出場し、甲子園コートで開かれた全日本テニス選手権にも出場した。 当時の日本のエースだった山岸二郎が二人の挑戦を受け、シングルス準決勝でヘンケルは山岸に敗れたが、決勝でフォンクラムが山岸に7から9、6から4、6から4、6から4の逆転勝利を収めた。ダブルスではヘンケルとフォンクラムの組が山岸と村上玲蔵の組に勝った。全日本テニス選手権のタイトルを外国選手に奪われることは、 当時の日本では屈辱とみなされていたが、ヘンケルとホンクラムは昭和初期の日本で世界のテニスを紹介した名選手の中に数えられる。ドイツはアドルフ・ヒトラーの支配のもと、1939年から第二次世界大戦に突入する。ヘンケルもヒトラーの軍隊に徴兵され、1942年夏から、 始まったソ連軍とドイツ軍によるスターリングラード攻防戦にて1943年1月13日に27歳で戦死した。ありがとうございます。